はい、おはようございます。ゴレンさんです。本日はですね、実は、神奈川ブイストロームミーティングの第4回が開催されておりまして、で今日朝早くですね、首都高を乗って、箱根まで行こうかなと思ったんですが、雨がですね降ってきて、で、渋谷ぐらいまでちょっと行ってみたんですけど、全然やみそうにないので諦めて帰ってきました。その映像こちら。はい、ダメだ、で帰ってきたらですね、なんか晴れ間が見え始めて、なんだこりゃと思ったんですよ。で天気予報を調べたら、どうも千葉はね降らないっぽい、千葉はね降らないっぽいんですよ。なので、おお、これはと思って、いやー、まあちょっと時間も遅くなっちゃったけど、いつものコースにお散歩ツーリング、ブイストローム久しぶりに乗るんでね、ずっと SV6 班の鳴らし運転をしてたので、ちょっと行こうかなと。その西の方はね雨降るっぽいんですけど、なんかね千葉は大丈夫っぽいです、この時間からなら。今、10時、これ以降は降らないといいなっていう感じですね。で今日の朝、V ストローミーティングに行く前にガソリンスタンドに行って給油したんですけど、その時空気圧をですね、確認したところ、規定値 2.5 の 2.5 なんですけど、なぜか、なぜかってこともないんですけど、2.1 ぐらいまで落ちてたかな、前後とも 2.1 ぐらいまで。多分ね、1ヶ月前ぐらいにチェックはしたと思うんですけど、1ヶ月でここまで落ちちゃうもんなんですね。ブイストローム乗るの久しぶりなんですけど、いや、やっぱしっくりきますね。そしてこの直立としたポジションがすごくなんか楽です。まあ SV6 はもうそんなに前傾しているわけではないんで、というか全然してないんであれなんですけど、もう完全にね直立しているこのアドベンチャースタイルはね、なかなか楽ちんですよ。あれ、混んでるみんな考えることは同じか。まあいいバイクだなっていうのは思いますけど、でもやっぱり SV6 班に乗っちゃうとあれですね、加速力が加速力がもう少し欲しいかなと。このボイストローム2班の大きさのままで加速力だけあればいいなって思っちゃいますね。やっぱシートに関してはふかふかですね、ふかふかただ、幅は狭いので、そういった意味でシリ板は出やすいんですけど、ふかふか度合いで言ったら SV6 班の比ではないですね。SV6 班はカチカチですから。はい、それでは久しぶりにブイストローム2班でギアをいじめてみたいと思います。上り坂でございます。4、5、6速35キロ、いや行きますね6速、うん、25キロ、あーちょっとカクカク言うけど行くっちゃ行く。30キロ超えれば6速で登っちゃう。いや本当に楽ちんですねこのエンジン。6速30キロから使えますからね、素晴らしい。ブイストローム2班はクラッチが軽いんですよね、本当に軽い。アシスタンドスリッパークラッチほどではないかな、あれちょっと重くなってきたかな、でもまあ軽いっすよ。 SV6 班と比べるとね、SV6 班よりも軽いっすね。なんか最初よりちょっと硬くなってきたような、重くなってきたような、そんな気もしないでもないけど、ベルハンマーですかね、ベルハンマー。今ゲンチャンネルで話題沸騰のギアをいじめようにも
全然走っちゃうからいじめがいがないですね。なんか6速、40キロとかぐらいから使えるバイクもあるっちゃあるんですけど、なんかね、やっぱり無理させてるっていう感じがね、あるんですよ。で、それを考えると、なんかブイスト2半の場合は、無理させてるっていう感じはあんまりないんですよね。4速、19キロ。あ、全然余裕ですね。5速、30キロ。またごもって余裕だな。余裕とは言ってますけど、力強くぐわって加速するわけじゃないですよ。こうスル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 って加速するっていう、そういう感じです。だからノッキングガカ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 ガとは言わないけど、特に、いや私は特に無理してませんけどっていう感じで加速していくっていう感じですね。だからね、本当こういうね、田舎道をゆったりととことこと走るっていうのは本当に得意なんですね。すごい、薬局ドライブスルーだって。はい、それではこの先コーナーがありますのでちょっと走ってみましょう。4、4、3速、2速じゃ下げすぎだな、3速だな。おお、怖え。登り坂を登ってみましょう。60キロも出てないな。5キロ加速。加速するっちゃするけど、まあ当たり前ですけど、もっさりと加速しますね。違反なりですね。白バイさんがいますね。お、 U ターンした。白バイ U ターンした。それではブレーキをかけてみましょうか。リアブレーキ、はい。リアブレーキ、はい。リアブレーキね、よく効きます。非常によく効きます。制動力もあります。フロントブレーキ、はい。フロントブレーキもよく効きます。ディスクなんですけどね、シングルディスクの割にはよく効く方じゃないかなと思いますね。まあ、サーキットとかああいうとこ持ち込んだら容量足りなくなるんじゃないかなとは思いますけど、こういう街中で使う分には全然いいですね。パッ、では50キロぐらいでまた振ってみましょう。はい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 、はい、と、うん、いいですね。やっぱ鈴木の素直なハンドリングは、ニュートラルなハンドリングはいいですね。ちょっとリアが遅れてくるのはありますけど、にしてもニュートラルですよ。幻の7速に入れそうになっちゃった。トルクはやっぱり下から太いからね、まあ、2半にしてはですけど、はい、ちょっと路面が荒れているくねくね道に入ってまいりました。チョコはね、それなりに行きますけど、いなしてはある程度いなしてはいるんですけど、ショックはそれなりに行きますね。うん、でもやっぱりいなしてるな。もっと足の悪いバイクでここを通るともっと結構ガツンガツン来るんで、そんなにねガツガツが来ないから、結構いなしてくれてはいるんだと思いますね。あと車重があるのが結構効いてるんだと思いますよ。安定性という意味では、やっぱ今 SV6 側に乗っちゃってるから、パワー不足は否めないですね。SV6 缶みたいにパワーで押し切ることができないですね。
逆になんかこう一つ一つを丁寧に走っていかないと、前のなんだろうあれ CRV かな、ちょっと早めの車、あれについていくのもやっとですね。こういう直線で詰められれば楽ちんなんですけどね、コーナーで詰めるしかないですね。もうそこまで落として、はい、こっからさらに R がきつくなるんで倒し込んで、問題ないですね。はい、ここは路面が荒れているトンネルです。あー、いなすね。やっぱりな、よくいなすね。1万キロ走ったウイストロームですが、全然いなしますね。非常によろしいですな。はい、それでは上りのしましまコーナーに差し掛かりました。まあ、何もないとは思うんですけどね。今4速、はい、安定したもんですか。切り返して上りしましまコーナー、ああちょっとパワーが4速では厳しい。こういう時は SV6 缶がいいなって思っちゃいますね。でも SV6 缶なら初めから3速にしてるかな。ウイストロームは走れちゃうから4速とかで走っちゃうけど、はい、下りのコーナーもウイストロームだったら結構いけちゃいますよ。あ、そういえばここなんか落ち葉がやたらいっぱいあったところ、あ、もう綺麗になってれば掃除したんだ。下りも楽しく走れちゃいますね。よいしょよいしょ、鈴木のバイクはどうしてこんなに足がいいんだろうな。 SV もウイストロームもそうだけど、お金かけてないのにね、足がいいんですよね。この道も結構荒れてるんですけどね、それでもいなしちゃいますね。ここもね、あの工事中で結構ボコボコなんですけど、結構いなしてますよ。こういう道だけで言ったら SV よりいいかもしれないですね。まあ SV はまだ奈良市もろくに終わってないからな、奈良市は終わってんだけど1000キロは走ってるんだけど、足回りの奈良市とか5000キロぐらいまでかかるからな。はい、ウイストローム2本取り回しをしてみましょう。バーク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 、前進前進。車重はねこの辺に出しておきますけど、よいしょ、まあ、車重なりってとこですかね。そんな軽くはないっす。びっくりするほど軽くはないけど重くもない車重なりってとこですね。はい、ウイストローム2班どういう人におすすめかというと、スピードをそんなに出さなくてもいいよっていう人ですね。制限速度プラスアルファぐらいでもう別にいいですよと。で、長距離を走る人、そうですね、ズバリ長距離を2班で走りたい人、まあ、2班でってこともないんですけど、燃費がすごくいいんで、排気量問わず長距離走る人にはいいですね。あ、例えば、北海道ツーリングとかへ行く人、燃料の心配を多分ほとんどしなくていいと思うんですよ。500キロぐらいは走りますんで、一回ねこれに慣れちゃうと、他のバイクだと例えば SV6 班でもあんま走んねえなと思っちゃいますね。で、 V ストロック班の方が燃料タンクは大きいんですけど、航続距離は燃費がいい分ブースト2班の方が長いんですよね。くねくねした道を走るんであれば、あの上りとか上り道とかはやっぱりどうしてもパワー不足は感じますね。それはしょうがないです。そこはちょっと目をつぶってもらわないとならないところですね。
パワー不足はいかんせん仕方がない。でもパワー不足を感じるのって本当上り坂とかそれぐらいですかね。私が1万キロ走ってパワー不足を感じるなっていうのは上り坂ぐらいです。それ以外ではほぼほぼ感じないです。だから志賀高原行った時に国道最高地点渋峠って言うんでしたっけ、あそこに行った時にずっと上りで上まで行くまでパワーがねえとは思いましたけど別に上れないわけではないし、ただアクセルをグッと開けた時にもっと加速してほしいなって思うだけで、ゆっくりですけれど、ゆっくりっていうか、まああんまり速くはないですけど、登るっちゃ登るんで、まあ当たり前ですけど、だからより大きいバイク、大型バイクとか乗ったことがある人であれば、そういうふうに思っちゃう可能性が高いでしょうね。で、先ほど峠くねくねとした道を結構走ったんですけど、ああいうところ走るとだいたい体のどっかしら痛くなるんですよ。腕とかお尻とか股の付け根とかどっかしらね痛くなるものなんですけど、ウエストローム2班の場合はもうパワーがない分全然大丈夫あ、そういえば、書くの忘れたんですけど、GSX-S1000 の新型に乗った時って、家に帰ってきてからちょっとしばらく横になって YouTube なんか見てたんですけど、そこの状態から立ち上がろうとしたら腕も足も痛かった痛っって腕も足もね痛くて IT ってなってました。だから145馬力でしたっけ、150馬力でしたっけ、 GSX-S1000 のバイクに乗るとちょっと1日乗ると体が痛くなる。こうまあでもそれも慣れだと思いますけど、 GSX-S1000 を買ってこう毎週末のように乗り続けていれば大丈夫になるなるかな筋トレはした方がいいかもしれないかなそれ以外の部分が、まあ、ブレーキはよく効くしエンジンは粘るし、だから渋滞とかしてても全然余裕なんですよ。一速でタラタラ走っててもね、でクラッチも軽いからハンクラ当てながら走ってても全然問題ないし、でポジションこれ直立してるので、でさっきの峠道とかを走っても体に変な負担はかからないから、疲れない、痛くならないっていうことだと思います。でパワーもそんなにないので急激にガーンってかかることもないし、でそれを踏ん張らなきゃいけないっていうこともないだろうし、非常に安穏としてますよ。お気楽ですね、お気楽。もう車の後ろをねタラタラと走っていても問題はないかなという感じですね。ゆっくり走るのが楽しいバイクですね。でそこそこ飛ばしても楽しいバイクですね。アドベンチャーバイクなんですけど、完全にっていうか下半身はオンロードバイク GSX200R のそれなので、だからこういうオンロードをハイペースで走るのは結構得意ということですね。ただ苦手なところはアドベンチャーバイクなんですけど、オフロードは苦手ですね。下半身がオンロードバイクなのでポジション的にはオフロードも行けそうな感じなんですけど、ちょっとねオフロード一回走ったことあるんですけど、このねハンドル幅もね結構狭いんですよ、ウエスト2班って。だから押さえがねあんま効かなくて腕が痛くなっちゃう、オフロード走ってると。でタイヤもグリップしないんで、まあ、タイヤはオフタイヤを履けばティムソンとかから出てるんで、他のメーカーからももしかしたら履けるタイヤがあるのかもしれないですけど、履けばある程度いけるかなという気もしますが、まあオフロードはね
持ちは持ち屋ですよ。オフロード走るならオフ車ですよ。いいところは、まあ、エンジン特性がマイルドで低速も結構粘ってくれるので走りやすいっていうようなところですかね。あとはまあ下半身がオンロードバイクなんで、そこ攻めてもそこそこ楽しいという感じですかね。でも悪いところはオフロードが弱いっていうところとか、まあこれはよしあしなんですけど、重いっていうところも悪いところですかね。180この辺出しておきますけど、それぐらいあるんで、取り回しとかはちょっと非力な女性とか非力な方はやりづらいかもしれないですね。 あと高速道路も若干弱いかもしれないです。あの東名高速の120キロ区間をこのノーマルの V ストローム2班で 120キロ出してみたんですけど、結構ねギリギリって感じでした。120キロのまま巡航するのはちょっとなんか壊れちゃうかもなーっていう、そういう気がしてくる速度ですね。100キロぐらいだったら全然平気なんですけど、あの人によっては100キロでもなんか回りすぎてて怖いっていう人もいらっしゃいますけど、私はもう慣れちゃったんで100キロ出しても別に怖いとかそういうことは思わないですね。まあでも80キロで走れるんだら80キロで走った方が燃費もいいですし、いいと思いますよ。周りの車の流れにもよりますけどね。なんかよく検索すると、これあのボイスト2班、ボイストローム2班で検索すると飽きるとかいうのが結構上位に出てくるんですけど、うん、確かに刺激を求める方には向いてないかもしれないですね。刺激はないのでないっていうか、まあ他のバイクに比べたら、他の2班とかにも比べたら刺激はないので、だからまあ来やすいかなっていうのはありますね。でも逆に刺激がないっていうことは、長距離を延々と走っても疲れないっていうことになるんじゃないかなっていう気がしますね。はい、それではこの先マンホールの上を通って足回りのチェックをしたいと思います。ドンドンドン、うん、ドン、いいですね、すごくいいです。ドンドンドン、みんなしてくれてますね。まあ、手応えはもちろんあるんですけど、でもそれでもいなしてるっていうのは分かりますね。何事もなかったかのように通れるっていうわけではないです。ちゃんとマンホールの上を通ったっていう感触はあります。はい、それではこの先かまぼこの上を通って足回りのチェックをしたいと思います。はい、かまぼこ来ました。54キロ、うん、うん、いいですね、いいです、いなしてくれています。ショックは来ますが、とっちらかっちゃうようなショックにはならないです。ちゃんといなしてくれてますね。それでは40キロまで落として入ってみましょう。うん、いいですね。40キロまで落としてもいなしてくれてますね。うん、2班の中ではかなりいい方ではないでしょうか。